みなさんこんにちは、あおりチャンネルです。今回はいつものゲームセンターに来たんですけど、新しくねフルーチェのスクイーズが入荷されたんですよ。それがねすごい可愛かったので、今回は、2種類あるんですけど、2種類取れるまで帰れませんをやりたいと思います。でもちょっとカップ型になっているので取れるかちょっと難しいと思うんですけど、頑張っていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、こちら触って気持ちをもちになって登場の、フルーチェの、スクイーズを見つけたのでやっていきたいと思います。はい、それではやっていきます。こっちだよね、狙うは。お、ほい、お、そのまま、あれー、今絶対良かった。いきます、2回目、いきます。いきます。あー、そこがそこ突っかかっちゃうともうぬるっていっちゃうんだね。そうだね、紫狙います。あれが解けばこっちも取りやすくなるはずなんだけど、いきます。あー、お、こっちに向いてくれたけど、そうだね、全部倒してる。いきます。OK、 いきます。お、いいかも、落ちるな。よしよし、ありがとうございます。え出た、また出た。この台多くない？これなんかハマったの？あ、多分ボコってなってるとこ引っかかってんだ。はい、ゲットしました。宝石と、フルーチェゲットしました。コンプリートはあと1種類です。頑張ります。いきます。次はね、なんかブルーベリーかな狙っていきます。結構この台は取りやすいですね。お願い。お、来たんじゃない？あ、ねー、ぬるっていっちゃった。でもね、やっぱり2回連続はちょっと難しいもんね。いきます。横になったから取りやすいかな。いきます、お願い。お、あ、バランス今の面白かった。いきます。ここからここで掴んでほしいね。これでそのまま逆さまでいってみたいな。じゃあ後ろ向きになるといいかな。いきます。そのまま、今のはちょっと力がなかった。今は力なかった。いきます。多分もうちょっと始め、なんか力がもうちょっとあれば多分いけると思います。いきます。あっち狙う？あっちの。いきます。あっちのね、フルーチェのブルーベリーの方を狙っていきます。ちょっとこっち難しかったかな。いきます、お願い。お、いいかも、いいかも、いいかも。でも宝石があるとちょっと重たくて。いきます。宝石があると重くて落ちちゃうんだよね、どうしても。こっちでも近いな。うん、そうか。あ、そうだね。じゃあイチゴ狙います。いきます。
中入ってた。中入ってたよ。え、ね、待って、これくっついちゃったんじゃない？ほら、お、ゲットした。はい、ゲットしました。じゃあ店員さんに交換してもらいます。やります。さあ、ゲットできるのか。ブルーベリーが狙います。これは取りやすい。いきます。入れ、入ったー。はい、開いても大丈夫。おーい。おー、あ、でも落ちてきた。イエーイ。一発ゲット。これ全部狙えるんじゃない？はい、ゲットしましたー。よいしょ、置かせてもらおう。はい、ということで今回はフルーチェ2種類ゲットするまで帰れませんをやりました。いやでも思ってた以上に取りやすかった。あとここの詰め入るところがびっくりしました。ですごくね取りやすかったので番外編で1個取りました。これはまあ飾り用ではなくプレゼント企画でやろうかなと思っています。はい、なのでね、まあ結局、まあ、ゲットできたので良かったです。こちらはまた今度の、ね、動画でご紹介していきます。ぜひ皆さん見てください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter とあおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。